やっぱり一番はその人が日本史が世界史が好きかっていうのがやっぱりまあ僕は一番だ。どっちか選ぶ、まあ、どっちが好みなのかってことですよね。そうですね、だと思うんですが、はい、ですが、武田塾チャンネル、皆さんこんにちは。武田塾教務の高田です。教務のヤービです。いや先生、はい、やっぱね、あの受験勉強を始めるにあたって、うんうん、科目選択の時期だとも思うんですよ。はい、で、やっぱ社会の選択悩む人多いじゃないですか。はい、日本史がいいのかな、世界史がいいのかなとか。これはもう永遠の悩みですね。じゃあちょっとせっかくなんでアンケート取りましょうか。はい、お、いいですね。はい、皆さんは日本史、世界史どちらが好きですか。アンケートね、答えられるようになってるんで、ぜひ答えてください。世界史だよね。日本史、世界史の2択です。はい、どっちでも大丈夫です。はい、じゃあ今回、質問が届いてます。はい、早稲田志望の新高さんです。うん、日本史と世界史どちらがおすすめですかという科目選択の質問ですね。いや、これは毎年ありますね。はい、はい、ちなみに矢野美先生は、はい、早稲田大学教育学部に偏差値37から受かったわけですけども、はい、社会は何選んでましたか。はい、社会はダラララララじゃん、世界史です。はい、結構みんな知ってる人も多いと思うんですけど、はい、この前置きだったね。はい、そうですね。じゃあ矢野美先生、じゃあ実際早稲田受かってみて、はい、ぶっちゃけどっちがおすすめとかありますか。早稲田の歴史のおすすめは、はい、人によります。おー、ためといて。いや、これは、はい、いや、これは確かに日本史と世界史で、はい、例えばその日本史の方がその例えば統計レベルになってくると、うん、もうかなり重箱の隅をつくような問題ってよく言うじゃないですか。うん、はい、はい、出たりとか、だから日本、あの世界史だとどっちかというとセンターレベルの実は問題も出たりとか、うん、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、やっぱり一番はその人が日本史が世界史が好きかっていうのがやっぱりまあ僕は一番だ。どっちか選ぶんだったら、まあ、どっちが好みなのかってことですよね。そうですね、だと思うんですが、はい、ですが、まあ、マーチレベルまでだったら、まあ、日本史の方が一応やりやすいんじゃないかなっていう気もしますし、うんうんうん、やっぱ世界史ってまずその完成させるまで、ま、センターレベルとか、ま、あの日大レベルまで行くまでがやっぱり日本史より時間かかるんですよ。うん、なんでかっていうと、要は時代性だけじゃなくて国別にも縦の流れっていうのをまとめないといけないので、やっぱり日本史よりもその基礎の定着とか基礎の完成ってやっぱ時間かかると思うんですね。うんうんうん、はい、なので、まあ、そこの基礎で、まあ、しっかり定着できるのであれば、まあ、世界史でもいいと思うんですけど、やっぱり世界史結構国別にまとめるってかなりあの好き嫌いがあると思うんで、もう嫌いな人まず地図が読めなかったりとか、それができなければ日本史の方が僕はいいのかなと思いますし、はいはい、ちょっとまとめると、はい、うん、基礎が早く終わるのが日本史ですかね。はいはい、例えばスピードマスターとかをしっかり、うん、終わらせきれば、まあ、基礎の知識は揃いますもんね。はい、で、世界史に関しては基礎時間かかるぞと、うん、そうなんですよね、覚える用語とか、うん、その範囲、いろんな国が出てくるから、うんうん、基礎完成させるのにすごく時間かかると、はい、で基礎での挫折率高いですよね、世界史の場合。そうなんですよね、はい、やっぱりその世界史ってその基礎を一回固め切ったら、うんうん、みんなどんどん得意で点数取れるようになるんですけど、はい、センター、うん、7-8 割取れるまですごい時間かかりますね、生徒とか見てても。そうなんですよね、はい、うん、だからその基礎さえクリアすればこう、うん、あとこううまく点数伸ばしやすい世界史っていう感じですかね。そうですね。で逆に日本史は、うん、じゃあ次応用レベルになった時に、はい、矢部先生の話もありましたけど、うん、細かい問いがすごく多いですよね。そうなんですよ、こうマニアックな知識というか、うん、そういったものかなり求められますよね。うん、だからこう早稲田レベルとかになって、うん、武田塾の生徒が、うん、いや日本史マジこんなのどこにも載ってなかったっすよみたいな質問がたくさん来ますね。うんうん、この日本史はやっぱマニア系がやっぱ多いのかなって気がするんですよね。そうですね、統計レベルになってくると、はいはい、で例えば世界史がこう早稲田の過去問とかやってる時って、はい、なんかそういう日本史と比べると、うん、こんなのどこにも載ってなかったっすよって質問が少ないイメージあります。うん、そうだね、いやもう世界史で正直そんなの出しちゃうと、もう要はそんな問題みんな解けないから、うんうんうん、正直そこまで差もつかないと思うんだよね。なるほど、なるほど、うん、そんな感じですかね。はい、なんであの早稲田だったら、うん、両方本当に、うん、もう興味とか関心同じぐらいだよと、はい、いうことなんだったら、うん、最初苦労するのが世界史、はい、後で苦労するのが日本史っていう感じですね。うん、そうですね。でさっきこの話聞いて自分はどっちが合うかなっていうのを決めてもらえたらいいかなと思います。です。はい、今回は以上です。武田塾公式アプリルート武田ができました。入試までどんな参考書を使えばいいかがアプリで分かります。カリキュラムや参考書の使い方などを一目瞭然です。ぜひインストールしてみてください。